都会天神のど真ん中に足湯があるってのも聞いてきました。気持ちいいですね。どちらから来られたんですか？あ、さっきここに入ってた方も筑波山。60歳です。年当てるの難しいですよね。私は60歳です。時間潰しにどうしようかなって考えてるだけやったから、もう少しぬるいもんかと思ったら、暖かくて気持ちいいですね。気持ちいいですよね。顔出し大丈夫ですか？大丈夫です。はい。それが一日に1トンとか大体170トンですから。おお、すごい。竿1本です。40年間ここからゴミしよって、先週から漁師になって10年目ですね。自然との戦いですね。そうそう。中で、まあ、博多とか、この辺りのことをちょっと調査し、フィールドワークしようっていうのがありまして、で私たちと先ほど言った2人組で4人で、華厳神社のことを調べようっていうことで、今、はい、博多に近くて、そこの中で足湯に使っている人たちお話を聞きたいなと思って。なんか僕と一緒じゃないですか。そう、一緒で、目的は一緒です。目的は一緒で、その名前だけです、はい。チャンネル登録よろしくお願いします。元々かな、はい、お願いします。